よえもんシティ、ふぅ。テンション高いね、リナ。北緯 35.45 度、東経 140.20 度してますな。いや、普通に暴走してるって言ってよ。暴走半島の座標言われてもわからないの、あんこ。それにしても、まさか本当に1日で課題全部終わらせるなんてね。すごいよ、2人とも。頑張りやしたよ。ね、やめちゃん。はい、頑張りました。やめち、もう保健体育マスターだもんね。いえいえ、そんな、みずきちゃんの教え方がすごく、わかりやすかったから。今度は、実技も一緒にやろうね。保健体育の実技も教えてくれるんですか？ギャルだから。保健体育の実技って何やねん。ほら、心臓マッサージとか、包帯の巻き方とかさ。呼吸手当とかなんだよな。保健体育の実技だから。いや、わかってましたよ。え、逆に他に何があるんで。やめちゃん、鼻血出てるけど大丈夫？大丈夫でございます。お気になさらず。ところでさ、萌え萌えシティって変な名前よな。なんか意味あるのかな？あ、確かにね。ハワイ語のナナナー萌えって言葉から取って、萌え萌えシティらしいよ。そうなんだ。てっきり私は萌え萌えの方かと。ハワイ語か。どんな意味なの？忘れちった。なんだよ、気になるじゃん。ごめんよ。思い出したら言うよ。こんだけ広いのにずっと入り口にいたらもったんない。まずはどこから行きます？迷いますな。本当に何でもあるもんね。お店は山ほどあるし。ライブ会場もありましたな。プールもあったね。アイドルのイベントとかもやってたな。あとで行きたいな。まずはそうね。でもとりあえず夏だし、夏っぽいことしたいよね。ですな。となればあれですな。まああれしかないかね、やめち。うん、そうだね。あれだね。あれ分かってないんだよな。オタクだから。あれってどれ？夏かけるオタクなんて夏コミしか思い浮かばないんですけども。じゃあ、せーので言おうか。なんてことを。いいですね。オッケー。はい。さあ、やってまいりました。夏の大ピンチ。考えろ。脳をフル回転させるんだ。私、多分、プール。さすがにプールだと思う。ていうか、そうだ。分かった。口元を見ればいいんだ。答えが仮にプールの場合、口がうを発音する形になるはず。せーのって言った後で唇を突き出し始めたらプール確定。それだ。勝利の糸口つかんだね。私じゃなきゃ見逃しちゃうね。せーの。ほら、やっぱり北川さんはうの形に。いや、ちょっと待って。みずきちゃん。それは、何の口？なんで発音するときにその形になる？愛を求めすぎると口ってそうなるの？そして、あなたは何？アインシュタインなの？せーので勇気あるの？まずい。何も言わないのは一番浮いてしまう。それでもいい。一か八か。プールに行こう。スーパーカイナ。え？なんだ、バラバラだったね。全員違いましたな。よかった。私だけ違うとかいう地獄にならなかった。みんな違って素晴らしい。ヒナなんて言ったの？スイカ割り。あんちゃんは？トマティーナ。いや、それスペインで行われてるトマト投げ合うお祭りね。確かに夏の風物詩ではあるけど。それはスペイン行った時に撮っておこうか。そうですな。みずきちゃんは歌って言ってなかった？そう、みんなで歌うのはどうかなって。歌うんだよな、ギャルだから。カラオケとかってこと？あー、そっちじゃなくて、ほら、ワカ、夏の季語って素敵なのいっぱいあるしさ、みんなで歌うの楽しそうだなって。わか、歌うんだよな。ギャルのくせして。そんなのも平安時代の貴族の遊び方ですよ。着物をまとって縁側に座り、風鈴で風の声を聞きながら和歌を歌うみずきちゃんなんて。紫式部もビビる美しさなんだよな。ちなみに、平安時代からビビるって言葉あったらしいよね。ビビるよね。和歌か、斬新だね。いいですな。夏と言ったら和歌ですな。それでは早速、うちから行くぜ。もう読んでるよ、あんこ。57577になっちゃってる。和歌。やめちは？なんて言ったの？さっき。私は、普通に、というか平凡に、プールとかいいのかなとかなんとか。プール、いいね。思いつかなかった。天才の発想ですな。うちもさっきプールあったよね、とは言ったけど、自分たちが行くって考えはなかったわ。やめっち最高じゃん。なぜかめっちゃ評価されるんだよな。オタクの平平凡凡な意見の癖して。多分これあれなんだよな。4人中3人がアブノーマルだから、ごくごく普通の私が逆に希少性高い存在になってるんですよ。いわゆるオタサーの姫現象ってやつなんですよね。あ、でも、そうだ。どうしたん？私、水着とか持ってきてないや。大丈夫だよ、やめちゃん。こちらにはこのチケットがありますから。そっか。このチケット入場だけじゃなくて、中での飲食、買い物全部タダでできるんだもんね。そうなのです。最高すぎるじゃん。夏休み初日から。最高すぎるのです。それじゃあ、早速水着買って、プール行こっか。おう。いやー、久々のライブだな。緊張するわ。なに？大丈夫だよ。私も客席から応援してるからね。ありがとう。よし、それじゃあ行ってくるわ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ついに来たぞ、萌え萌えシティ。何やら楽しそうな施設ですな。また次の動画で。